どんどんいきます。高橋さんですが、MBS ラジオ、正義の味方での消費増税15%の審議。東日本大震災の後、復興増税、ホップ、二段階、消費増税、ステップ、ジャンプの成功体験は Z は忘れられずに再び仕掛けると予感。東日本大震災も今回も課税平、標準化、理論から逸脱してひどい。岸田政権でもいい点。原発再稼働や防衛三文書は次第。 原発はかなり頑張っているので、脱原発派は焦っている。防衛3文書は専守防衛や比較三原則ではまだ甘いものところも、甘いものところのあるが、そのほかではいい。100点ではないが、次第点。黒田日銀の逆噴射、まだ利上げでないという人がいるが、9月の黒田発言と完璧に矛盾。実際に長期金利上昇、住宅ローン変動金利もすでに上がっており、 支払い利息は実際に上昇。新総裁になるとさらにこの動きは加速される予,測なので予想なので、変動から固定への切り替えなどの対策も必要かも。ゼレンスキー訪米、新年にロシアからの大洪水含む戦術核が予測され、予想されているので、リスクを冒して訪米。ウクライナはアメリカからの支援がなくなれば、ロシアに敗北するので必死。訪米は米軍が協力した隠蔽行動だったというふうに説明しておられますね。 ど、えー、どんどんいきますこちら高橋さんが官邸極秘情報だだ漏れ情報源は首相長男岸田翔太郎氏か早すぎるフジテレビスクープ連発10月の秘書官就任直後からというふうな記事を紹介されて高橋さんが適材適所笑というふうにツイートされていらっしゃいますね。でフライデーの記事で情報漏洩で岸田首相が翔太郎秘書官を叱責。 官邸が何かおかしいと気づいた瞬間とはというふうな興味深い記事が出ておりましたね。でこちらはですね。翔太郎首相秘書官を通じてテレビ局の女性記者に情報が漏れたという注文も政治情報誌が大きく報じています。事実関係はやぶの中ですが官邸は大騒ぎになりました。確かにこの2ヶ月政府発表より先に人事や法案情報がメディアに漏れた事例がいくつもありました。真相はともかく首相岸田首相は情報管理を厳格にすべしと 正太郎秘書官を厳重注意改めて緊張感を持って職務にあたるよう強く求めたと聞いていますというふうに言われていますねまあ、実際これ事実なのかっていうのはもちろんまだね報道レベルですのでわからないかと思うんですがこのように岸田首相が厳重注意というふうなことをされたということみたいなので紹介させていただきましたでどんどん行きますね次にこちら岸田首相 来年は結果を出す1年に派閥会合で意気込み語るということですね。岸田総理大臣は10 23日夜、東京都内で開かれた自らが会長を務める自民党岸田派の会合に出席し、今年は政策の大きな土台を作ることができたと振り返った上で、来年は結果を出す1年にしたいと意気込みを語りましたというふうに言われているようですね。はい。来年は結果を出すというふうに、えー、断言しておられますが、どうなっていくんでしょうか。で、こちら。今度は 茂木派にパー券収入申告漏れ526万円が不記載と過少申告で茂木幹事長が刑事告発さる政治資金規正法違反で起訴すべきと専門家というふうに言われていますがちょっとこれも注視しておく必要ありますねそしてこちら自民茂木幹事長政治の不安平治の安定という状況ではなくなっていると危機感というふうに言われています 旧統一教会をめぐる問題や先の臨時国会で閣僚の辞任が相次いだことを挙げ政治の安定という状況ではなくなっていると語り政治の現在の政治情勢に危機感を示したというふうに言われている一方でこういう話も出てきております。他国に比べればまだ政治は安定している自民茂木幹事長。 日本が国難とも言うべき様々な課題に直面する中で、今年の夏の参院選では国民の皆さんから政治の安定という大きな力を与えてもらった。参院選が終わってから旧統一協会の問題が出てきたり、相次ぐ閣僚の辞任があったり、決して政治の安定という状況ではなくなっているところだ。それでも他の先進国を見ると、米国では、ああ、これが行われたとこれ危ないでもできますね。行われたが、野党、共和党が下院で多数を占めるねじれの現象が起こっている。 イギリスでは今年になって首相が2人変わった他の国に比べるとまだ政治は安定している状況にあるのかなと思っているというふうな発言もされているようです次にこちら林外相将来の首相に意欲、志継続今は支えるというふうなことを b s テレ東番組の中でおっしゃったようですでいろんな声が上がっていますが「C 国は大喜びだな地元は C 国指定が来てるの菱田理由はわかるが」というふうな声も上がってきておりますね 地元から言葉をもらっているしっかりと志を持ち続けるというふうに林さんがおっしゃったとのことですね。で島田さんが CCP の期待は大きいだろうそのために育ててきた人材だというふうに言われていたりまたこちら加藤さんですが林外相が「志継続」って次は自分も総理になる気があるということか全く自分というものが分かっていない。 アメリカ当局からは長年日中議連会長をやっていたことで事実上シークルの手先しされていることを知らんのかそんなものを外相に起用した岸田首相もアメリカから信用されていないというふうにおっしゃっていますそして、えー、こちらは渡辺哲也さんが廃止外相のこの公選法違反の報道の記事を 制度されていることに対しして政界引退すべきでしょうというふうにおっしゃってましてそれに対して加藤さんがそもそもこんな重大ニュースが全国版に載っていないことがおかしい副知事に働きかけたのは林芳正事務所明らかな公選法違反であり大臣が全く罪に問われないことはありえないというふうに言われていますそして渡辺さんがいろいろ。 あの面白いつぶやきをされてるんですが「師匠の座転だし持ち続けたい林外相改めて意欲」というふうな記事を紹介されて「夢はでっかく」というふうにおっしゃっていたりこちら「四国に情報を流す総理になりたいと意思表明」というふうに「日中間の意思疎通の必要性を強調」というふうにおっしゃっていたり「林外相四国と仲良くできる総理の座を目指すと改めて表明」というふうにいろいろ面白い形で紹介されていますね。 で、こちら。総理は最低シリーズでもなぜかご満悦。岸田老の風吹かず、来年に持ち越されたポスト岸田の本命はというふうな記事が出ておりました。まあ、この中では、どういうふうに書かれているかと言いますと、こちらですね。2020年秋には自民党総裁の任期がきますが、その前の2023年 中に岸田総理が解散・総選挙を仕掛けた場合その成り行き次第で河野総理が誕生している可能性は十分にありますとこちらの政治記者さんは報じているようで2階発舎グループが担ぐならという前提みたいですけどもここで書かれていますね2階発舎グループが担ぐとしたらあー旧統一教会被害者救済で名を馳せた河野太郎大臣でしょうというふうに書かれていますがでここでもう一つ注意点がありますよね安倍元総理の遺言 問題は河野氏の党内での評価だろう河野太郎だけは総理にしてはならないと安倍元総理が言ったという説もあるというふうに言われていますねはいまあこのように言われています乱世の時代の首相継承本名は河野太郎対抗馬は茂木大穴で高市早苗いといったところかというふうにデイリー新潮編集部さんは言われているようですねこのような記事が他にもあその前にこちらですね島田さんですが安倍菅政権は歴史戦担当の首相補佐官をいた 江藤氏木原実議員、岸田政権にも継続を促したところ、木原誠二官房副長官が、高知会にはできる人間がいないのでと消極姿勢をとった、いないこと自体は問題だが、しかもそもそも高知会にこだわる必要はない、首相最側近がやる気なしではだめだろうというふうに言われています。でこちら免許 運転免許更新をオンラインで好きな時間に、河野太郎氏、河野太郎大臣が改めて方針示すということで、これは私はいいことではないのかなというふうに思いますね。オンラインで好きな時間にということみたいですが。で、こちら、岸田首相と変わってほしい歴代首相ランキング、3位菅元総理、に安倍晋三元総理を抑えた圧倒的1位はというふうな記事を紹介されて、島田さんが小泉倉田純一郎氏だという。 信憑性の疑わしい女性自身のアンケートとはいえ、反原発を老後の趣味にしているミスター無責任など論外というふうに説明しておられて、またこちら、哲也さんですが、河野太郎氏が次期総理にふさわしい人ナンバーワンという世論調査の結果を発表した毎日系の番組「昼帯では、河野太郎氏の好感度を上げに、必死、躍起の様子、もちろん TikTok やブロックの件とかに全く触れない、これに感化された層が、また世論調査で河野太郎氏を推すことになるんだろうなというふうに。 言われていますねそう,なそうなるでしょうねきっとねそしてこちらポスト岸田にしたくない政治家ランキング3位石橋茂氏に高市早苗氏を抑えたと圧倒的1位というふうな記事が出ておりましてその1位がなんとですね小泉進次郎元環境省とこれ <laughs> さっき小泉純一郎さんの話が出てきていましたよね。 その一方で、こちらですね。首相と変わってほしい歴代首相ランキングでは、1位が小泉純一郎さんらしいんですが、一方で、ポスト記者にしたくない政治家ランキングでは、1位が小泉進二郎さんということで、なんか不思議な感じだなという感じですね。まあ、どちらにしても、ちょっとびっくりするような記事ではあるんですが、こういうのが出てきているようです。で、こちら。かつての女性首相候補も今は昔、高市さなえさんと稲田智美さん、 ぼっち2人の寂ししい年越しとすごいタイトルが出てきてますね。そしてこちら、カルタさんですが、富士日曜報道で、萩生田光一政調会長が議論を始まったばかりだが、増税を決めるなら、過去の政権もそうだったように、解散・総選挙で国民の皆様にご判断いただく必要があると思う。防衛費増は参院選で約束したが、 財源を増税で賄うとは国民に約束していないと、当然かつ通列発言という,ふうな記事をさらに引用されて、 えー、茂木幹事長の増税なら総選挙で国民の信を問うべきとの痛烈発言は今後の積極に大きな影響を与える12月9、15日に自民党本部901号室で必死に増税に抵抗した反対派が叫んだのはまさにこれだったからだ党幹部が全国に向かって宣言したことで反対派は勢いづく負けるな国民がついているというふうに激励されていらっしゃいます高橋さんもこれは同性論とおっしゃっていますねで山下さんですが山下さんも 歌ってますね。防衛増税、衆院解散が筋、時期決定すればと茂木官長の記事を紹介されて、軍事予算は一般的に国家の緊急時には財源を考慮せず、財政当局の意見は聞かないに増加、戦時国債などで対応します。今回の防衛費増額は日本の緊急投資、防衛国債ではないかと、というふうに言われていますね。で、えー、ネットの声、まっとうな意見、岸田おろしのスタート。 惨敗必須で岸田を引きずり下ろす作戦というふうに言われていますね。で、カルタさんですが、菅義偉全出場、増税は唐突、合格してから説明をと、テレビ番組で本音というふうな記事を紹介されて、 防衛増税に国民の理解を求めるなら、業格とか対応してからこれだけは足りないと説明すべき。安全保障の財源を苦面することは政治の責任であり、増税構想は突々と BS で批判した菅前首相。いつ二回菅森山の非主流派が固まり、政和会と連動するか、2023年政界の最大焦点というふうに言われていて、2023年度のポイントを教えてくださっていますね。 でこちら白川さんですが「岸田政権では萩生田さんが一人で財務省と戦っているなんだか凄まじいことになっていると聞く頑張れ番長」というふうに言われていますね増税なら解散というふうにおっしゃったことをこの「勇敢富士さんの記事を紹介されてこのようにおっしゃっていますねでこちらですね白川さんですが「財務省プラス岸田首相が増税路線に切り替えようとしているのは萩生田氏など 安倍派と高市が何とと高がか食いい止めようとしててる構図。さて問題です。日本の薄われた20年を反省していない愚かなものはどちらでしょうというふうに言われているんですが岸田首相の失策でアベノミクスはついえたと,という記事を紹介されてこのようにおっしゃっていますね。で最後にこちら中尾さんですが萩生田政調会長と打ち合わせ来たる3月3日大阪でのパーティーにゲストとしてお迎えして。 ご講演をいただく予定です。萩生田政調会長は戦う政治家だと改めて確信しました。一刻も早く戦線復帰し、全力でお支えしたいと思いますというふうに言われていますね。はい。このお二人のコンビ、この写真ですね。心強いですね。はい。ぜひ、長尾さんに一刻も早く、国会に戻っていただいて、前進していただきたいと、共に前進していただきたいなというふうに思いますね。はい。 ここまでいろいろ紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄にいただけたら幸いでございますというわけでここから先はメンバーシップとプレミアメンバーシップ両方の皆さんに向けてのコンテンツとなりますここから先一般公開で扱いにくいな情報も扱いたいと思っております続きは動画概要欄からご視聴ください場所さんもここまでですありがとうございましたというわけで他にもたくさん紹介したいんですが本日は以上です 本日も22時から長尾さんは下さんのツイッター探偵団アーカイブが残っておりますので、ぜひそちらをご覧いただけたら幸いでございます。というわけで本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。あまりにも早すぎる謎の雛などり。これで倍速じゃないという事実。わらというふうに言われています。見てみましょう。 というわけでいかんでしょうかこの速度ちょっと想像以上でしたねはい私も逃げます全力で逃げますというわけで本日もありがとうございましたそれではまた